若宮博覧車へ、来ました、昔、予備校である GK 塾がここの裏にありました。で、今マンションになってますけど、あそこに昔ここの隣にあるこのマンションにシネラマ名古屋という映画館がありまして、後に私が大学卒業して社会人になった数年間はレンタシアター50という3階ぐらいにあったところで、自主映画の上映会とかやりました。で、その昔私が幼稚園の時にマンションになっちゃってるみたいですけれど、昔はシネラマ名古屋という映画館がありまして、姉に連れられてビートルズが出ている映画、主演の映画とか見に行きました。